ミッキー・グローリーは日本の競争馬。主な勝倉は2018年の京成杯、オータム・ハンデキャップ、2019年の関谷記念。2013年4月3日、北海道新日高町の岡田スタッドで誕生。後に 550kg 町に成長する馬体は、生まれた時から雄大で、牧場での評価は高かった。同年のセレクトセール島斎市場において、 野田瑞希によって6800万円で落札され、美穂・国枝久支給者に入給。なお、外馬屋は、ノーザンファーム店営を利用している。2015年8月にデビュー。2016年2月に、デビュー3戦目で、初勝利を挙げ、同年4月には2勝目を挙げたが、その後客部不安のため、約1年半の長期休養を強いられ、出世は遅れた。 2018年7月のアブクマステイクスで一着となり、オープン入りすると、昇格初戦の京成杯オータムハンデキャップでは、安城にクリストフルメイルを敗して一番人気に押され、中段追走から直線で突き抜けて、初の重賞勝ちを収める。次戦は、初の G1 挑戦となる、マイルチャンピオンシップに出走し、後方からメンバー中最速の上がり3回33秒。 4の末足で追い込んで勝ち馬、ステルビオから0秒2差の5着に入った。2019年は3月に第一子骨の剥離骨折が判明し、復帰が夏までずれ込んだ。復帰戦の関屋記念では9ヶ月の休み明けながら一番人気に押され、後方待機から上がり3回32秒2の5足で一気に先行勢をかわし去って重賞2勝目を挙げた。その後、 前年5着のマイルチャンピオンシップを目標に調整を続けていたが、9月10日、右前足に、クッケン炎を発症し引退することが公表された。9月15日付で競争場登録を抹消。2020年から北海道新日高町のレックススタッドで種ボ場となる。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。